新日本プロレスは1日、6日の旗揚げ記念日大会から4月6日、両国国技館大会に出場予定だった棚橋宏、47、が、怪我のために同期間の試合を欠場すると発表した。棚橋は2月23日の札幌大会で右側関節捻座の怪我を負い、同24日の札幌大会を欠場していた。新日本プロレスは、回復に向けた時間が必要と会社。 メディカルが判断したため、各大会を欠場となります、と説明した。両国国技館大会で予定指定棚橋対オージャニックネメスのーグローバルヘビー級王座戦も延期となった。棚橋の欠場に伴い変更となった対戦カードは以下の通り。黒丸3月6日、旗揚げ記念日大会、東京大田区総合体育館、下向き黒三角第3試合20分1本勝負。 変更前、棚橋博志後藤博之石井智エルデスペラード VS 高木慎吾辻陽太高橋広武武士下向き矢印。変更後、後藤博之石井智エルデスペラードボルチンをレッグ VS 高木慎吾辻陽太高橋広武武士黒丸3月10日、兵庫ベーコム総合体育館大会下向き黒三角第4試合30分1本勝負。変更前、 田橋博士海のショーターヨーエル・ L、デスペラード VS エビルショー高橋祐二郎金丸義信下向き矢印。変更後、海のショーターヨーエル・ L、デスペラードボルチンをレッグ VS エビルショー高橋祐二郎金丸義信黒丸4月6日、両国国技館大会下向き黒三角優グローバルヘビー級王座戦60分1本勝負王ジャニックネメス VS 挑戦者、田橋博士下向き矢印。